越前府中城は、越前国南中城郡、現在の福井県越前市にあった城。別名は、越府城。越前府中にはもともと、越前国の国府、守護所があったと推定されており、城石に隣接、一部重複する国府遺跡では、古代の末期や、石帯、牧所土器などが出土している。戦国時代に、越前を支配した朝倉市は一城谷を本拠として、 府中には、武行を派遣していた。朝倉市の滅亡後の天正3年に、織田信長によって、府中を与えられた、前田利家が、日野川を堀として利用して、本格的な城を築城した。利家は、日野川を外堀として利用し、創社大神宮を移転させて、南北180メートル、東西100メートルの二重の堀を持った平城を築いた。利家が、 のと国に封じられると、改めて、前田利長に、府中城が与えられ、静ヶ岳の戦い後に、越前が、庭長秀に与えられると利長は、加賀国の末登城に移された。長秀の没後に、庭家が元宝されると、木村茂国、青木和則が上司となった。関ヶ原の戦い後に、越前国が、結城秀康に与えられると、その重心である。 本田富忠が越前府中城に入って改築した。二層の天守閣があったとされるが、本来ならば一国一条例の対象として廃止されるはずであるが、本だけは幕府より付属させられた大名格式の五譜画廊であったため、特例の一つとして認められた。この経緯により、城ではなく、お建または天高市院が松平忠直に腰入れの際、 当場を休憩所として使用して、以降、ご茶屋と称せられた。また、藤垣が巡らされていたことから、藤垣城という愛称でも呼ばれた。明治維新以降に堀は埋められ、城石は1872年に小学校の敷地となり、さらにその後地に、竹尾市役所が建設された。現在は、市庁舎や市役所から竹尾池へと伸びる大通りとして整地されているが、 2016年から2017年に行われた市役所本庁舎建設工事に伴う発掘調査では、石垣や池上の遺構、組織群などが発見された。なお、江戸時代後期に作られた表門は、明治時代に小学寺の山門として移築され、2001年12月5日に市の有形文化財に指定された。ありがとうございます。